ありがとうございます。はい、アップアップガールズかっこ2期の島崎ゆりやです。ちょっと久しぶりのショールームになっちゃったのですが、皆さん来てくれてありがとうございます。ちょっとあの手順をね、ちょっと微妙に忘れかけておりました。いつもこの場所でね配信してるんですけど、ソファーでね配信してるんですけど、もうちょっとね久しぶりのうちにこのソファーもね洋服でいっぱいになっちゃってて危なかった。皆さんのおかげで無事にソファーが本来の役目を果たしております。月さん可愛い、ありがとうございます。波平さんメロンパン、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そうですね、メロンパンといえばゆり、あのマイナビブリッジ赤坂の時のデビューライブだったかながねの時の朝ごはんでしたよね。覚えてますか、今日の朝ごはん何ですかって MC で聞いていただいて、確かゆりメロンパンって答えたんですよ。まざといって言われた気がしたんですけど本当なんですよっていう話。みなこんさん、ハートありがとうございます。お、アクキー予約したよ、だってありがとう福ポンさん。そう、10時からね受注生産のアクリルキーホルダーのグッズが出ましたので、ぜひゲットしてください。島崎の真似、お、おし、あ、あ、あ、アクキー買ったよ、ありがとう。ちょっと待って、記憶違いだったら申し訳ないですが、記憶違いだったらあの多分リハーサルでそれをやりました、その流れを。あー待って、焼きそばファンだっけ、どうしよう、ちょっとね嘘ついてる可能性が出てきました。マリンちゃんハート100個受け取りました、ありがとう。あ、クッキーのポーズいいね、だってありがとう。あのね前に配信でアクキー、ゆりのアクキーいつも片足上げてるよねって話をしたと思うんだけど、見ましたか今回の、また上げてんねんっていう。あのね、あの言ってつぶやいてくださってる方がいたから気づいたんだけど、もう安定してきましたね、片足なのに安定しちゃってるっていう。まあ、ポーズはねちょっと違ったよ、こういうあの動物園にいそうなポーズだったけど、もう片足はもうお決まりになってきました。なんでだろうね、セレクトしてくれてるのはあのスタッフさんなんです、スタッフさんというか、うん、どなたなんだろう、うん、大人の方なんですけど、なんかゆりは片足が上がってる方が漏れてるのでしょうか、みんなそんなことはないんだよね。でもしかもゆり別に片足上げてるわけじゃないの、ずっとね常に撮ってる写真全部ってことじゃないんだよ。そう、確かにね、スタッフさんの意識に刷り込まれてる、もう島崎は片足じゃないとなんか不安なのかもしれない。花地さん焼きそばパンありがとうございます。あゆうさんサンドイッチありがとう。八木沼さん猫パンありがとう、かわいよ。ミルク牛乳も一緒にね飲めばあのいくらでも食べれちゃいますから。きょうちゃんさんありがとうございます、牛乳いただきました。そう、常にあげてたらもう体感超絶強力体幹の持ち主っていうわけになっちゃうんだけど、まあでも片足上げてるのが可愛いって言ってくれるならね、それはもう常に上げちゃいますよ、片足生活しちゃいますよ。まあでもより体幹はね、日々電車で鍛え上げているのでね、いい方じゃない。今日もねリハーサルだったんですけど、帰りまあ電車混むじゃないですか、
それで、ああ今日もつり革上届くかなみたいな位置にいてね。でしかもちょうどあのこういうあの手掴む方のハンドルじゃない、つり革じゃない、そうあれがねちょっと塞がってて、こうね寄りかかってる方がいらっしゃったから、あこれはどこ掴んでいいんでしょうかっていうね感じだったからね、ちょっと困ってた。そうあーそうですね、ポールとか手すりとか、そうそう、あのわかります、背高い方はその上の方とか掴めるんだけど、でよりもちょっと自分の範囲が限られちゃってるからね、そこにいらっしゃるとちょっと困ってしまうわけですよ。この隙間を縫ってな来たらちょっとおおってなるじゃない。まあでも座れたのでよかったです。まあ電車問題はいろいろありますよね。よいしょ。本日はゆずレモンサイダーがお供です。うちはねこれが多いんですよ。まあ言うてお母さんがねゆずがお好きなので、お好きなのでゆず系のものが多いですね、うちには。こんばんは、ありがとうございます。ほんでね、そろそろ本題に参りましょうか。ババンバンババン、先日ツアー千葉公演を終えました。先日じゃありませんね、昨日ですね。はい、昨日でしたね、ありがとうございました。これ前説でした。そう芸人さんで言うねつかみの部分でした。もうね10分5分ぐらい話しましたよね。10分話しましたね。いや来てくださった皆さんありがとうございました。こんばんは、ありがとうございます。ちょっとここから本題ですよ。本当にツアー8人でね帰ってきたって感じでしたね。超楽しかった、週末盛りだくさんで楽しかった、ありがとう、楽しかったね。いやなんかその前回のツアーが静岡公演でね、もちろん静岡公演もねめちゃくちゃ楽しくて、ただカジさんがねお休みだったためね、ちょっとみんなで助け合うじゃないけどそういう感じだったのでね、こうやっと待ちに待った8人でのライブっていうことで、気持ち的にもみんな超絶上がってたんじゃない。ゆり芸人さんじゃありませんよ。8人の迫力がすごかった、ありがとうございます。もう気持ち的にもみんなねこうわーってなってるので、それが伝わったんじゃないかな。お、エンジョイピーナッツ。今日ちょっとその話しようと思ってたんだけどまだ開けてないんですよね。これ重みがあるからさ、ちょっと中気になるんですよね。ただピーナッツなのでね、ちょっと食べ過ぎ、一気に食べ過ぎはちょっとね、ゆっくり食べていこうと思います。でもピーナッツだっけ、なんかさピーナッツだったかな、はお肌にいいみたいな噂を聞いたことがありますよ。味はねきな粉です。名探偵きな粉っていう味でございます。いいでしょ、カジさん本当にありがとうございます。嬉しいです、おもてなししていただきました。そうそれでね、千葉公演はなんて言ってもね、まあ、ゆりにとっての目玉ゆりにとってというかもう目玉はね新曲だったんじゃないでしょうか。もう本当にサプライズで新曲披露しちゃいました。
はい、アプガニキはね5月10日に、11枚目シングルを発売させていただくのですが、そのまだ未発表の曲があるよなんて言ってるんだけど、もうね2曲は発表してて、未発表の曲のうちの1曲、そう、テルミを披露しちゃいました。そう、もう誰も新曲もあるよみたいなね、そんな香りも漂わせませんでした多分がみんなねちょっとおっってなったんじゃないかな。そう、今回はツイキャスの方でもね配信させていただいてたので、アーカイブでね新曲をね聴けちゃうっていうのはちょっとかなり熱いんじゃないかなっていう感じで、聞きたかったって方はぜひねツイキャスの方買っていただけたら嬉しいです。それでね、鬼リピしてくださいあ、配信でアップが2期ライブ初見でしたけど、すごいボリュームで楽しかったです、嬉しい。あー、ライブ初見嬉しいな。次はぜひね現場でまた楽しみがめちゃくちゃ大きくなると思いますので、お待ちしております。不思議な気持ちになったよそう、新曲はね、新曲はちょっとね言葉で表すのは難しいんだけど、サウンドがねとても心地よい曲でね、こうなんて言うんだろう、音で楽しむじゃないけど、そう、なんかすごくやっぱこれもね、今までのアップガニキもにもなかったような、ちょっと曲調もシティポップさっていうんですかねな感じもあってね、めちゃくちゃ素敵なんですよ世界観が強いですね。歌詞もすごくいいんですよ。ゆりの好きな歌詞はね、2番の A メロ、2番の歌い出しですね、胸の奥がくすぐられる、あ、ここじゃない間違えた私が生まれる前の懐か、なぜだか懐かしい風景、胸の奥がくすぐられる不思議なノスタルジー、ちょっと歌わなきゃ分かんなかったっていう歌詞がめちゃくちゃ好きですね。しかもそこの後半部分歌わせていただいてるので、ぜひ注目でございます歌わなきゃ分かんなかったよ。ヨネさん、牛乳ありがとうございます。りゅうきさん、いいね、ありがとう。奥の字さん、音符ありがとう。まりんちゃんも牛乳ありがとう。お、そうだね、新曲は本当に千葉公演が初披露だったので、もうなんか覚えてないよね多分、聞いてくださった方もなかなかだと思うんだけど、いやー、ぜひあの音源もね、なんて言うんだろう、絶対にライブとはまた違った感じするので、ぜひ聴いてほしいな。まあこれもね、まあシングルの中に収録、シングルの中に収録される曲なんだけど、まあもしかしたら配信リリースもあるかもしれないし、ないかもしれないしね、ちょっとワクワクしててください。そんな時のアーカイブ、そうですね、そんな時のアーカイブです。え、嘘新曲が夢に出てきました。すごい、もうめちゃくちゃ新色してるじゃないですか。もう虜ですね、ありがとうございます。2期の楽曲ってトレンドを吸収するの早い印象です。だってありがとうございます。確かにちょっとトレンドっぽいかもしれないね、この曲は。本当にいろんなジャンルの歌をね歌わせていただけるグループでとても楽しいですそうそう、新曲まだあるんですよ。まだ披露してない新曲もね、すごく素敵な曲なので、ちょうど歌割りが来たとかそのくらいなんですけれども、ぜひぜひ楽しみにしててください。もうなんかこのシングルはね、5月10日に発売する初音体制ラストシングル、11枚目になります。もうめちゃくちゃいい曲が詰まってますので、
もうなんかいつも言ってると思うんだけど、このシングル発売のためにね、今のアフガニキでしか表現できないものだと思いますので、ちょっと期待しててください。どこで披露されるのでしょうか。もう全公演で見逃せないものとなっております。ツアーもそうなんですよね。もうツアーのチケットはね、ここでは買えないんか、残念無念。こんばんは、ありがとうございます。いやでもね、ツアーまだまだありますよ。ちょうどね、千葉公演が折り返しだったんですけど、カービィア、そう、17日、でも来週かな、今日が月曜日だからくらいだね。ん？今週末かな。が福島になります。こちらのチケットなんとソールドアウトとなっております。わあ、めちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。もうね、チケットを持ってくださっている方はお気をつけてお越しくださいませ。体調にもね気をつけて過ごしてくださいね。そして5月1日秋田、5日東京がツアーファイナルですね、になります。海賊ラビットさん可愛い、ありがとうございます。本当に嬉しいです。もういろいろなこともあったけどね、大変なこともあったけど、大変なこともあったって濁す必要もないですね。ちょっとコロナにねかかってしまったりとか、それで延期になったりとかいろいろあったんだけど、無事にね全部開催させていただけることが本当に嬉しいです。そう、結構地方の方もね今回のツアー行かせていただいてめちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。予約取ってくれてた。後遺症はないです、島崎さん、ありがとうございます。福島はいいところで楽しいよ、ありがとう。楽しみにしてます。結構しかも福島のねいわきはこうライブっていうか2期で行かせていただけることがなんとなく多いかな。最近は全然行けてないんだけどね、ちょっと昔は最初の方はねバスツアーとかでハワイアンズでライブさせていただいたりとかね、なんかすごくねあんまり地方とかに行ったことがない人間だったんだけど、いわきはすごく素敵なところだなって思ってました。こんばんは、ありがとうございます。そう、昨日の家より元気いっぱいに見えて嬉しかった。いつも元気いっぱいだよいっぱいだよって感じ。でもね、そう、ちょっとここ裏話しちゃおうかな、昨日のライブの。そうそうそう、あのね昨日2公演、毎回ねツアー2公演やらせていただいてるんですけど、昨日もね2部やらせてもらって、ラスト2曲の時にね、ちょっとね大ピンチがあったんですよ。実はね、もしかしたら気づかれちゃった方もねいらっしゃるかもしれないんだけど、ちょっとゆりなりの大ピンチが起きまして、まあでもそう、最後までねステージには立ってたんだけど、そう、 That's right、 足やっぱバレちゃいますよね。あのね、どっちの足だったっけな、左足だにね刺さっちゃったんですよ。ちょっとガラスみたいな破片みたいなのが、なんかもうびっくりしちゃってね、曲中に踊ってたらうってなったことがあって、なんだ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 って思ったんだけど、これはトゲが刺さった感覚だなって思いながら踊ってて、こうね、この足のここあるじゃん、ここら辺にね
刺さっちゃったので、ちょっと前に体重かけるとグッて入って痛ーってなってね。でもなんかラスト2曲だし、わっこれ、いやこれやり遂げたいって思ってね。だからあのあんまりね、ちょっと激しい踊りの時とかちょっとあどうしようどうしようっていう感じだったんだけど、まあ無事にね大丈夫だったので本当に良かったんだけど、ちょっと初めてこうライブ中にね、ちょっとこういうピンチがあったのでびっくりしちゃいました。そう、いやびっくりだね。あの今のね、多分衣装にもね影響か、衣装の影響だと思うんだけど、靴下がすごく薄いんですよ今。なんて言うんだろう、あの生地はキラキラの靴下なんだ、キラキラの靴下なんだけど、すごく薄いのでね、ちょっとあの刺さりやすかったんかなって思って。大丈夫、今でも普通に全然歩けるぐらいなんだけど、まあその時はねちょっと血が出ちゃってうわーって感じなんだけどびっくりしちゃったね。こういうピンチもありつつだけど大丈夫だよ、大丈夫、ありがとうございます。だからね、ちょっとあのあれかもよ、よりね配信のアーカイブは見れないんだけど、ちょっと映っちゃってるかもしれないな。ありがとうございます、マリンちゃん、お薬ありがとうございます。今ね衣装の靴すごく厚底ですよ、こんぐらいの、自分の私服でも持ってないぐらいの厚底なのでね、私服で欲しいなって感じなんだけど、どう全然気づかない方がね島崎的には嬉しいのでいいんですよごまかしてたから頑張ってジャコドキヒロキさんかっこいい、ありがとうございます。いやなんかステージからねはけちゃうのはちょっとみんなに心配かけちゃうしね、気持ち的にもやっぱここまで来たらやり遂げたいってね思っちゃうじゃない。しかもあのラスト2曲のねツアー来てくださった方はね分かると思うんですけど、あのラスト2曲のあのタイミングでってなっちゃったらね、ちょっとえって思うじゃない。そうだね、いや厚底、厚底の靴はねちょっと捻挫注意でございますちょっと気になった方はぜひアーカイブを見ないでください大丈夫、そうやって見ちゃうとね楽しめなくなっちゃうかもしれないから気にしないでください。あとなんかあるかな裏話。あ、千葉県のあの柏パルーザさんね、柏パルーザさんねよくねあの単独とかでも来させていただくんですけど、あの会場さんにでのライブの時はいつも差し入れをねいただくんですけど、ありがとうございます。チキンの差し入れをいただくんですよチキン、唐揚げですね、もう本当にボリューミーなね唐揚げなんだけど、いつもカシアパルーザさんでライブさせてもらうときはあの唐揚げを楽しみにライブしていますはい、めちゃくちゃめちゃくちゃちっちゃい話になっちゃった。そうそう、近くにあるんですよその唐揚げ屋さんが、目の前にあるんだねそう、じゃあそこのやつです。なのでぜひじゃあ次カシオパルーザでねライブ行かして、ライブやらせてもらえるときはぜひ皆さんもそこの唐揚げ屋さんの唐揚げを食べてくださいませ。そうめちゃくちゃ美味しいんですよメンバーとね同じものを食べて同じ気分を味わっていただけたらなと思います。ガンムさんハートありがとうございます。肉汁が溢れ出すと聞きましたその通りです、その通り、
を1部と2部の間に目の前の唐揚げ屋さん行ってたって。そう、ホワイト餃子もいただいちゃったんですよね。嬉しかったな。唐揚げはね、ちなみに塩味だと思う。塩味わかんないけど、ホワイト餃子ね、初めて食べたんですけど、めちゃくちゃもちもちですね。美味しかった、美味しかった。ライブ終わりに食べました。そう、もう餃子の概念をね覆してるんじゃない、あの子は。というかさ、あのホワイト餃子の見た目、それ可愛いなって思ったんだけど、遠目から見るとさ、いやめちゃくちゃ褒め言葉で言うよ、めちゃくちゃいい意味なんだけど、ハムスターが8匹ねいるみたいに見えて、え、可愛いって思っちゃいました。ちょっとね、あの8個入りなので、ハムスターのお尻がねこう丸まってるように見えてね、わ、可愛いなって見て思ってた。で、わかりますか、ちょっとホワイト餃子知らない方はちょっと検索して見てみてください。いや、ホワイト餃子っていうの知らなかったからさ、そう、昨日初めて見たんだけど。ハムハム可愛かった。ギョーン。なんかあの今回のツアーね、メンバーの地元凱旋ツアーで、もう出てるか、第一弾はネットとデジタルトレーディングカードだっけ、ちょっと言葉がね合ってるか分かんないんだけど、みたいな企画をね同時進行でやらせていただいてて、ツアーのオフショットがね、オフショットの写真がもらえちゃうみたいな、買えちゃうみたいな企画があるんですけど、まあ、第一弾はねちょっとまだゆりは参加してないんですけど、あの企画も同時進行なので、ちょっといろんな地方の特産品みたいな差し入れ、いただいた差し入れと一緒に写真撮って、それがカードになっちゃうよっていう、ちょっと説明下手くそでごめんねのをやってるので、なんか特に差し入れがめちゃくちゃ今回のツアーいただけてて、すごく幸せです。幸せなんですよ。美味しいものいっぱい食べてる。いいなぁ、ホワイト餃子また食べたいです。あの温かい状態で食べたいですね。いや、もちろんね美味しかったんだけど、レンジでチンしたかった確かにすごい、お土産の話とかすごいしてるよね。なんだろ、ゆり、あとお土産の話してないのあったかな。のっぽパン美味しかったよっていう話とか静岡公園ですね、これは。うん、皆さんもねぜひ地方に来てくださった方は、遠征してくださった方はね、お土産とかもいっぱい買ってってねって言ってると思うんだけど、ちょっと退出します。すぐ帰ってくるんで。あれ待って、こあったあったあった。いさ、あの静岡公園に静岡行かせていただいてさ、これを買ったんですよ。めちゃくちゃ可愛くないですか。まだ開けてないんかーいって感じだけど、あのまるちゃんのさ、あのマンホールのマグネットかわいいって思って買っちゃった。静岡県、静岡市はね、さくらももこさん、まるちゃんとかこじこじのね作者の方の出身地みたいで、駅の方にもねかわいい垂れ幕みたいなものがあったんですけど、ちょっとお土産屋さんで見つけちゃいました。あ、静岡市じゃないのですかね、じゃないんですかね。
すごく可愛いって思って。清水の駅なんだ。清水っていうところがあるんですね。行ってみたい素敵ですね。そんな感じで、あの出身のね、出身地が自分の作品だらけになるって素敵だ。あ、静岡県と、ん、間違えた、静岡市と清水市が合併したの。なるほど、合併。あー、そういうのありますよねそういう噂流れたりしますよね。がなんかよくありました。なんか学生時代合併するらしいよっていう噂が流れて全然しないみたいな。なかったですか？あるあるかと思ってた。わかんないな。ただね、めちゃくちゃ可愛いんですよ。いや、マンホール好きだな。まあ、あのマンホールはただのマンホールじゃなくて、あのその場所のちょっと可愛くなってるやつとかいいよな。これ開けちゃう？まあ、マグネットだから別に開けてもなんともなんないよね。色あせたりしないよねっていう話。今日ボーダーなんですよ。ちょっとここに BCG が見えるっていう特殊な。あー、これはね、さすがに磁石じゃないんで。これ磁石だったらくっつくらしいよね。なんかアニメのねやつとかもありますよね。よりね、メゾン一国、メゾン一国じゃないな、うるせえやつらだのね、マンホールがねあると思うんだけど、それ見に行きたい。みんないいとこ知ってる？かわいいのこんなところあるよって。あ、ぜひ神奈川県内とか関東圏内が嬉しいけど。小田原にはガンダムのマンホールがあるらしい。そうなの？よく流行ってるやつやっちゃった。そうなんだ、ガンダムか。化石にドラえもんのミュージアム、ドラえもんのミュージアムあれ、マンホールじゃなくて所沢にもある。なるほど、ガンダムの聖地ってどこなんだろう。神奈川なんですか。千葉市には初音ミクのマンホールがある。ミクちゃん、そうなんだ。うるせえやつらは都内なの？都内にあるんだ。あれ、品川区にシナモンのマンホールある。え、これ絶対リーナちゃんに言った方がいいよ。ゆりが言っとくねニーナちゃんね、今シナモンくんにハマってるんですよ。かわいい。沼津にラブライブサンシャインが。おー、ラブライブ、ラブライブのっぽパンともコラボしてなかったですか？プリン味のやつ。もしかしたら静岡県なのかな、聖地は。みんな詳しい。確かに、もう時差なしでさ、時差0秒でコメントしてくれてる、すごいな。練馬区にあるんだ。うるせえやつらとか銀河鉄道とか名作アニメのマンホールがいろいろある。練馬、なるほど、ちょっと行ってみたい。北九州市には銀河鉄道999ある。銀河鉄道999、そちらの方にもあるんですね。メーテル、懐かしいですね。ゆりさ、小さい頃にさ、ちょっと見たことある。何で見たんだろう、アニマックスとかかな、再放送とかだと思うんだけど、ちょっと見たことあるな。水道局に行くとマンホールカードというのをくれるらしいですよ。
何それ、ちょっと気になる。こういうののカードバージョンってことかな。ゆりさ、絶対さ免許取ったらさそういうことしてみたい。旅です、旅旅ね、楽しそうだよね。ただ見に行くっていうだけでも。アニマックス、アニマックスとかディズニーチャンネルとかディスカバリーチャンネルはねよく見てましたよ。へー、まだですまだでございます。旅ログね、ちょっとやってみたいよね。3月のライオン6個、おお、千駄ヶ谷、東京じゃないですか。東京だよね、いいやん。3月のライオンはわあ、お姉ちゃんが持ってた気がするな漫画を。と3月のライオン、ピアノかな、ピアノですか。勉強ね、そうツアーがあったからねやってなかったんですよ。ちょっとどうしようそう、なんかさ一時的に勉強すごいするとすごい頭良くなるんだけど、日が空いちゃうと本当に危ない、危ないですよ。あ、将棋なんだ、将棋か。あれ、ピアノは何だろう。ピアノは違かったですね、間違えちゃった。え、光の碁は囲碁か、なるほど。4月は君の嘘です、そうだ、ありがとうございます。そうでした、ちょっとそう、なんかいいね、見たいな、いろいろかぶっちゃった。いやー、最近そうだね、そういう話もしてないですよね。てかそう、そもそもねちょっと忙しかったからあんまりそういう時間も取れてなかったけど、でもね1個あるわ、1個ある、好きなものの話。あ、そうなの、そうなの。ザワフェスでやってたとこと、東所沢で駅から会場までのマンホールすごかったですよって。あ、待って、ちょっと見たこと、一個見たかもしれない。なんかバスが出てるからね、どうしても道のところは見れないんだけど。そうなんだ、そこすごいんだ。ちょっと今度注目してみます。そう、好きなもの話っていうのはね、より最近ね、またね、ちょっと昔のドラマ見てるんだけど、今ちょうど見てるのがね、この世の果てっていうドラマで、そう、まあこれ見た理由はお分かりですよね主題歌がね尾崎豊さんのお前リトルガールっていうことで、あ、ちょっとこれは見なければって思って見てるんだけど、いや、こんなドラマがあったんだっていうね、ちょっと衝撃を受けております。はい、面白くてしょうがないの。見たことありますかね。94年とかそれぐらいでしたね、この世の果て。またね、ピアニストさんのお話なんですけど、まあピアニストさんのお話ではないな主人公のお二人がどこまで話せばいいんだ、記憶喪失の人になってしまった人と、それを助けた一人の女の人のお話ですね。三上博史さん、そうですね。お話が面白くてね、びっくりしてるんですけど、ただちょっと辛いなって思う風にも思うけど、尾崎豊さんの曲とぴったりでね、たまに入るあのナレーターっていうんですか、ナレーター、
つぶやきみたいな心の声みたいながすごくいいなって思って、そうそう面白いんですよね。月さんいいね、ありがとうございます。まあ、まだちょっと中盤だからあまりね、あまりわかんないんだけど、ここからどうなるのかね。有名な方なんですか、脚本家の方が。野島さん、野島伸司さんですか。他の作品も見てみたいです。いやめちゃくちゃ面白いなんて言うんだろう、やっぱねこうすれ違いじゃないけど、どうしてもねこうタイミングというか、こう不器用なんですよね二人が。すごくドラマの話してます今こうどうしてもね不器用で二人がなかなかねこううまくいかないのがちょっとクーってなります。高校教師聞いたことあるかもしれないです。ちょっとこれもちょっとあれしとこう、チェックしときますその時代野島さんのドラマは大流行した。そうなんだ、もうじゃあ一世を風靡した方なんですか。家なき子も登場するならかね、これ注目です。今はアニメの脚本も書いてます。そうなんですか、今何やってるんだろう。101回目のプロポーズ、あー待って、それもさちょっと聞いて。あのさ最近メールが来たんですけど、あのゾゾタウンからメールが来てね、今ゾゾタウンと101回目のプロポーズがコラボして T シャツとかグッズを出してますみたいなメールが来ててね、そこのリンクを押したんだけど、もうあの何在庫切れとかで買えなかった。101回目のプロポーズも見たんですよ。そうちょっと欲しかったんだけどもう買えなかった。残念ですよ。いやリバイバルしてほしいですよ本当に。そうめちゃくちゃ良かったんだけどね、欲しかったな。ワンダーエッグプライオリティ、え聞いたことないです。えどっかで見れるのかな。トレンディードラマ、ただね一本すごく長いからさ、どうしても見ちゃうとさ寝る前とかに見るとさ全然寝れなくなっちゃうから、ちょっと気をつけた方がいいですねまだしかもこれも途中だからさ、ずっとちゃんと睡眠は取ります。ゆっくり見ていこうと思います。楽しみー90年代風ショートフィルム、ユリがちょっとうまく演じれるかですへえ、重めのやつばっかりかと思った。いやでもちょっとねまだ途中だからちょっと興味深いんですよ。何話目ぐらいだろう、ユリマ5話6話とかかな。ねえちょっとねいろんな恋愛がうまくいってないところなので、ちょっと心がえぐられてますって感じ。いろいろ考えさせられますね。バブルっぽい格好しないですよ。キャラだけはちょっとナチュラリーでございます。
そんな感じでちょっとそろそろやばい、時間も遅くなってきました。明日実は早起きなのでそろそろ寝ようかな、寝ない終わりにしようかなって思います。愛し合ってるかーい、それも見たいやつですよ私。そうということで、ごめんねちょっと微妙なところで終わりになっちゃった。そうだからちょっと見たらまた感想話しますね。そうちゃんと寝て起きて頑張っていきたいと思います。で告知を、そうね告知をさせていただこうと思います。まずね、近々の予定でございますよ。こちらはね、5月14日なんとクマリテパート3とツーマンライブ呼んでいただきありがとうございます。しかもなんと会場はね、新宿ブレイズということで結構大きな会場ですね。ぜひぜひ14日クマリキお越しください。今日イハだったんですよ楽しみすぎませんかもうあの伝説の曲とかもあったりするので、もうほぼ伝説化してる曲とかもあったりするので、ちょっとみんなにはね、いろいろ楽しみにしててもらいたいですね。はい、そんな14日、そしてね次が17日、福島となります。ツアー福島公演でございます。はい、そして1日が5月1日秋田、5月5日東京、5月22日、こちらがですね8人体制ラストライブ、川崎クラブチッタにて単独ライブを行います。コントロさんファイト、ありがとうございます。そう本当に、あ昨日ね SNS 選考が終わっちゃったので、ちょっと一旦今はね帰るところはないと思うんだけど、ぜひこちらたくさんの方に来ていただけたら嬉しいです。いや本当に楽しみです。チッタって言うんですよね。チッタはより本当に立ったことないと思うんだけど、キャパがちょっとゼップと同じぐらいの人数が入るということでね、いや本当に嬉しいし楽しみなんだけど、やっぱ8人体制ラストライブなのでね、こうラストライブだけどアフガニキらしく最高の楽しいライブをお届けしたいなっていうふうに思っております。イントネーション間違えてますか。チッタ、ぜひぜひチッタチッタ、こっちかゴンタくんさん音符ありがとうございます。チッタこれか、ぜひ。よーい、3階まであるんですか。おーすごい。いやーなんだろうね、もちろんね、いつもニキのこと応援してくださる方にはね来ていただきたいんですけど、なんか8人体制ラストライブだけど、こうちょっと今2期気になってるよとか、2期のこのメンバーの子がちょっと好きかもって言い方とか、ちょっと今頃何してんだろうみたいなね、昔言ってたけど今何してんだろうみたいな方とかね、なんかそういう方に集まっていただけるライブにしたいなっていう風に思いますね。島崎的にはいやーでもすごく節目だ節目のライブなので、ぜひちょっと今見てくださってる方もね、気になってくださった方は5月22日お越しください。見てほしいです。そう8人の2期史上一番
最高記録をこの日にね更新したいと思いますので、そしてもちろんねこのライブはめちゃくちゃチャンスだと思うので、いいところいっぱい見せてねゆり推しの方を増やせるように頑張りたいと思います。え、めちゃくちゃ嬉しいことを女の子にの方にプレゼンのためにゆりゆりの踊ってみて見せたら可愛いって言ってた、ありがとう嬉しいですね。ぜひそうお友達とかね、あのお知り合い、お知り合いの方にぜひ声かけてみてください、お願いします。ということでそろそろ終わりにしようかなっていうふうに思います。教えてよ神様、新曲ぜひあのアーカイブでいっぱい聴いてください。ということで最後ランキング読んで終わりにします。ババンバンババン、10歳の方からいきますね。ザコザコひろきさん、ジェイクフリートさん、アンドハローさん、気絶さん、テッテさん、ガンムーさん、ハローさん、おゆさん、ヤギ沼さん、リュウキさん、マリンちゃん、くま太郎さん、1位が月さんです、ありがとうございます。本日もありがとうございました。もう話が断片的かつめちゃくちゃギュッとした、そんな1時間だったんじゃないかなで解析分析してみた、お疲れちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます。月曜日なのでねちょっと憂鬱だったかなっていう方もいらっしゃるかもしれないんだけど、明日からもね頑張っていきましょう。ありがとう、アクスタ注文して寝ます、ぜひぜひゲットしてください、まるちゃんだよんあ、ちょっと最後にこれ見て、これ見て、これねもらったんですよ、3期のグッズ、333期本気の3期ちゃんのシールでございます。これもうねゲットできないと思うんだけど、シールになったんですよゆりたちが可愛くないっていう紹介でした。めちゃくちゃしかも大きいんですよ。お、買ってくれた、ありがとうございます。ただちょっとね寒いとことかに置いとくとちょっと丸まってきちゃう気がするんだね皆さんどうか気をつけてくださいね。すごいよ、すごく大きいんですよ。あ、もしかしたらゆりの顔がちっちゃすぎちゃったかもしれないんだけど、わかる、貼るところすごい迷うんですよ。ゆりはちょっと貼らないでおこうかな、ね、でもどっちなんだろう、もったいないんだよね、1個しかないから。え、嬉しい、切り抜いて携帯ケースに入れてますって、あーめちゃくちゃいいね。そっか、これ白いからね外が切り抜ける、はあ、天才ですね。あ、し温度じゃなくて湿気で丸まるんだ、あーなるほどね。あ、確かに夜の部屋湿気多いかもしれない特にあの多分意味はないんだけど、なるほど、ちょっと気をつけてください。ちょっとお気に入り写真見せるね、これこのさ、このあの3期で撮ってる時に、あー写真撮ってる時にね、ちょっとこれめちゃくちゃ可愛いユニットみたいだよっていう風にねみんなから言ってもらえてたので、これがシールになるとは嬉しいです。そう、しかもめちゃくちゃあのなんて言うんだろう、コンディションが良いというか、漏れてます、島崎もちょっと嬉しい、3人とも可愛いと思う、うん、はい、ごめんなさい、ちょっとだべあのだだだだべりました今日もありがとうございました。あのこういうグッズはね、あの後からゲットしたいって思ってもゲットできないことが多いので、ぜひぜひアクキーもチェックよろしくお願いします。それでは明日も今日も頑張りましょう。せーの、おつしまでした。
おやすみなさーい。